はい、こんばんはでございます。こんばんはでございます。はい、今日も始まりました。まったりとまた始まってしまいました。最近ずっとまったりまったりですね。ですよね。ビートを取り戻せでございます。はい、ゆっくり取り戻しましょう。取り戻しましょう。うん、先月とかはユキどんな、あの過ごし方をされてましたでしょうか。先月、うん、先月何してたかな。先月はもうちょっと記憶が、先月は私旅行に行ったりとかしてました。あれ言わなかったでしたっけ。大分と沖縄に。それ行ってないんじゃない。あれ言ってなかったでしたっけ。行ってないと思うよ。だって多分行ってないんじゃない。先月もう行った後、1月の後半だから行った後か。行った後にやったはずなんで、じゃあ言ってなかったんですか。そのネタは多分俺振って多分聞いてないと思う。あ、本当ですか。また行ったのって話になると思う。行きました。うん、まあまあ充実してるね。なんか最近 LCC がすごい安い。何 LCC って。 LCC ってなんかすごい安い航空会社です。それは相当安いの。相当安いですね。それは私が行ったのは片道5,000-6,000円ぐらいで行きました。どこ。沖縄5,000円なの。うん、往復で1万円でしたね。マジ。うん、それもなんか金曜日とかにやってるセールで買ったんですけど、セールなの。そこの LCC がだからここ空いてますっていうので、そうそう、まあそんな感じで多分その積もってて最初 に、うん、そうそう、結構前の前に予約すれば安いんですよ。で近くなると高くなってるみたいな。ああじゃあ相当前からそれ計画してて安かったんだ。うん、そうですね。10月とかには決めてたかな。2ヶ月前ぐらいだ。でも安いね。3ヶ月前、そう。安いです。俺、福岡行ってこうかな、じゃあ。うん。福岡も、なんか、たまに980円ぐらいでセールやってたりしますよ。980円本当に。その片道だよ。片道です。でも本当なんか千葉から、どうなってんの千葉から横浜行くよりも全然。九州だよ。うん、九州。これ皆さんみんな知ってる。知ってます知ってますよね。俺ちょっと見よう、ちょっとそれ。俺、いや、なんでか。ライバルが増える。いや、すっごいせこい話なんだけどさ、今、実は九州在住の、ブルースギタリストと今、契約をしようかって話。ああ、そうなんですか。で、九州在住、福岡ですか。で、ただな、ちょっと個人とかでも含めて往復1万ぐらい、3万ぐらいあるんだよね。そうですね、普通に行けば3万以上するんじゃない。そうそう。で、どうしようかななんて今思ってて、その900円以上はたまたましか取れないんだろうけど、でもそれ5,000円とかで行けんじゃないの。往復1万円ぐらいで。そしたらなんか往復1万だったら普通に行けます。普通に行ける。普通に行ける。あ、調べるわ俺、行くの。俺だから平日とかだったらいいですよね。火曜日発のなんかね、とか。いや、日帰りでもいいよ。ああ、日帰りなんだったら全然。ほんと、LCC ね。 LCC、 まあそれは総括してLCC って言うんですけど、なんかジェットスターって、いろんな会社があるのね。名前があって、調べてみるもんだね。そう、東京はないですけど、まあないっていうか1路線しかないですけど、大阪の関空発のピーチっていうのがすっごい安くて、すっごい安い。でもさ、だってそんなのさ、俺らはそんな、まあ働いても行ったりもするからすぐ取れなかったりするけど。学生です。旅行好きなことだったらさ、おセールだ、900円だ、ペンっつってすぐ行くよね。ほんといいですよね。うん、やべえ。そうなんですよ。それやばいよ。やばいですよね。旅行好きな若い子だったらもう青春18切符どころじゃないじゃん、それ。そうなんです。だからもう私最近青春18切符の意味がちょっと薄れてるよね。すごいね。分かんなくなってきちゃってて。あんな鈍行だもん。苦行ですからね。苦行、そう、荒行だよな。高校時代、
行ったよ、あの、うん、私も24時間かけて鳥取まで行って、あ、私も行きました鳥取まで。あれ限界だよね多分ね、肉体的な部分持っていけた。うん、でもなんか一応本州の端っこまでは行けるみたいです、始発で。いや行ける、ああそのフルに行ったら、うん、いやあれきつい。だって俺高校時代の体力満々の時に卒業旅行だなんつうさ、あ、どこまで行けるかって本当は大分まで行こうと思ったんだけど、うんうんうん、鳥取でもうダメだっつってそこから大阪に引き戻して帰ってきたもんね。え、そっから大阪ですか。あの、あれ鳥取まで行って、そっから大分まで行こうと思ったんだけど、うん、もうこれはダメだと、もうとんでもないことだと、うん、もうやっぱ旅行は堪能しなきゃいけないっつって、そっから戻って大阪に。そっか。そうそうそう。え、大阪に住んでた時の話ですか。全然違う。俺高校時代だから。あ、そっかそっか、うん。卒業旅行で行って、で鳥取が限界だったっていう、いい男。そう。私は大丈夫でしたけど、それお姉ちゃんと行ったんですけど。じゃあ何、その下関あたりまで行ったの。あの、なんだっけ、出雲大社に行きたかったんですよ。鳥取だ。いやいや、島根。島根です、うん、隣の県 で、うん、でそこに行きたくて、でお姉ちゃんもなんかその時暇だったから行くって言って一緒に行ってくれたんですけど、うん、もう二度とあんたと一緒に旅行しないって言われて。なんで。あー、その18切符だね。いやあれほんとすごいよ、あれ苦行だよ。辛かったみたいですね。いや辛いってだって隔壁だよ、うん、考えられないよ、そんなの。だから今でこそ辛いですけど、その時は平気だった。マジか、あなたやっぱおかしいわ。おかしかった。旅好きだよ。おかしかった。旅好きじゃないとね、あんなの好きになれないよ、ね。あれだって山手線がずっと続くようなもんだよ、だって。そうそうそう、あの鳥取まで、うん、まあでも良かったのはボックス席で。ああ、いやそうだよ、俺もそうだよあ、そっか、うん、あれボックス席だと割と大丈夫じゃないですか。いやいやいや、人がいなければ。背中がきついわさあ、そうですか、うん、きつくないんだ、うん、なんか景色見てたら暑いったなみたいな感じ。すごいな、それはな、もうあれ以来だから一回コッキーで俺の週18キープ使ったあ、そうですか。私もここ数年やってないですけど。当たり前だよ。でもまあそれすごい安いね。でもそのごめん、ちょっとじゃあ音楽的な話。あ、そう、ちょっと旅行の番組じゃないので。はい、はいはい。旅行番組もいいですよね。まあそれはあの新たにあの中野さんに申請していただいて。あ、そっか、企画書を書けば。島出すのこう島巡りの話でね。そうですね。いいと思うよ。まだ再来月私また誕生日が巡って。あ、そっかそっか。どこ行くの今度。これ大丈夫ですか、話続行してて。今度はマレーシア行こうと思ってます。ああ、でもなんか行ってたな、なんかそれ言いましたっけ、うん、それ言った。そうそうそう、うん、マレーシアのマレーシア、あのマレーシアは島だけど、島国か。島国ではないですね。まあなんか厳密に言うといっぱいあるよね。そう、いっぱいあるんですよ、点在してるっていうか、うん、そう。それのうちの一つ、かなりマニアックな。それのうちのかなりリゾート感あふれるところ。あ、そうなんだ、じゃあその未開の国の人がいるようなとこじゃないんだ。じゃないですね。あ、そっかそっか、うん、それちょっと安心だね。あそこら辺なんかありそうだもんね、なんかね、その未開のなんか人がいるそうなその島とか。そうですね、なんか、うん、原住民さん的な、うん、なんとか島っていうところなんか忘れちゃったけど、うん、いると思いますね、うん。まあでも気をつけていってください。はい、ね、ごめん、それ止まっちゃっていい、そのネタ。じゃあ大丈夫です、はい、いやいや、まあまあちょっと真面目なんで一応まあね、はい、音楽ネタをしなきゃいけないかなと思って。真面目な話しましょう。そうそう、ちょっとブルース実はそのギタリストに出会ってブルースをちょっと勉強したんですよ、うん、あんま知らないでしょ。俺も全然知らなくて。知らないですね。うん、で、まあ、いろんなこうブルースのギタリストがいて、まあまあギタリストっていうよりもうシンガーなんだよね、ブルースの人ってギター持ってさ、うん、で弾くって、うん、面白いんだけどね、なんかねブルースのそのギトギトのその南部系のそのまあ黒人から始まるんだけど、うん、そっからね、いわゆるその俺知らなかったんだけど、まあここの中野さんでよく多分知ってると思うんだけど、う
あのニューエイジって知ってる？バンド名かなんかですか？いや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 、まあジャンルっていう。ジャンルですか？あの中根さん、ジャンルでニューエイジ知ってる？ニューエイジミュージックね。さすが。ニューミュージックじゃないよ。ニューエイジミュージックって要は、うん、そのフラームーブメントと合致したさ、音楽があるのよ。要はなんだろう、ジャック、だからそれその原点って実はブルースらしいんだよね、中村さん。あそこ知らなかった。そうね。なんだっけな、あのね、ちょっとね、ジョン・ウェイヒーでしたっけ？有名なそのブルースの人がいて、うん、そっからねそのニューエイジに派生してったっていうのを勉強して、おブルースなのかと、ニューエイジのその基本っていうか、もっとカウンターカルチャーの印象あったけどね。うん、あそうなの、うん、でもだから多分カウンターカルチャーの人たちがそのジョン・メイヒーだからそこら辺の人たちの音楽がいいと言ってて、うん、多分進化してったと思う。でまぁ、あ、その最終形として今のヒーリングって音楽があったりするんだけどさ、まあ、あんま似ても似つかないもんだったりするんだけど。え、ヒーリングってあのなんかあのね、でもいろいろあるんだ、アンビエントとヒーリングっていうのはまたちょっと違ったりなんかして、うん、その本当のその源流、いわゆるニューエイジ系のものと言われてるものっていうのは結構そのなんつうんだろう、プリミティブなものっていうかさ、うん、なんつったらいいかな、ほんとこう瞑想を本気でしてたような音楽っていうか、うん、そういうものが多かったのよ。あ、そうなんですか、うん、で、あなたが多分今意識してるヒーリングっていうのは結構なんかほら、うん、あのシンセサイドとか簡単にパーなんて言っててさ、うん、そんな軽い音楽だと思うでしょ。軽いっていうか結構一時期流行ってた。そうそうそう、ああいうんじゃって全然ないんだよね。あ、そうなんです。全然もっと深みがあって、へー、で、それまあ今も実はまだアンビエント系とか言いながらもさ、うん、現代音楽と融合したりなんかしてさ、うん、かなり深い世界が実はあるんだけど、うんうん、ただそこでごめん、ちょっとまあまた話がそれるんだけど、だから音楽はものすごいやっぱねスピリチュアルなものだっちゃう。出た。そうそうそう。スピリチュアルと音楽っていうのはね、やっぱすごい密接やっぱなもので、まあそれはほら昔太鼓から始まったわけだよ、隣の島とのさ、前も話したかもしれないんだけど、おいわゆるその伝書ドラムっつうの、こっちは元気でやってるぞ、やってるぜってペペペスってさ、で向こうも、ああ俺はこっちはこんな状況だぜっていうので、あいつのドラミングすげえなっていうので、あのまあ それ以前にまあただ多分こう大楽器叩いてたと思うんだけどさ、猿みたいにさ、かっこいいなーなんつってさ。多分打楽器系のも打楽器が始まったかどうかは分かんないんだけど、うん、でも多分そうだよね、なんだこれポンポンポンつって、これ面白いなこの音つってこうやってやり始めてさ、うん、ドラムやってる人ってみんなそんな感じですよね。ほんと分かんないけど、プリミティブだもんね。有人くんとか特にあいつはもうでも叩けば音が出るから面白いって言ってます。そうそうそう、だって面白いじゃん。俺もガキンジョークよく叩いてたけどさ、うん、で多分そういうとこから音楽っていうのは多分始まって、なんかそこになんか愛の手をこう言葉があったかなみたいな分かんないけど入れていくことによって、なんかこれ面白いじゃんこのあれなんつってさ、でそれをやってるうちにこのどんどん言葉とかってそういうのができつつ、あのシャーマンみたいなのが出てくるわけですよ。でその呪術をやるときに精神集中統一とかするときに、そのいわゆるその音楽とか使ってさ、だからものすごい音楽の歴史って実はなんかこう非常にスピリチュアルのところからこう、まあ、シャーマンとこうリンクたりしてたりするところがあってさ、うん、でその後にまあ普通にそのクラシックって職業音楽とかもあったりするんだけど、うん、その王様のために曲作って、あの王様がこんなチーンなんつってさ、あの半熟の卵食う時にさ、あのうちのじゃあメディチ系の曲をちょっと作ってないなんつってさ、でこういう曲になってそれ聴きながら食うわけじゃん、うん、あの人たちは職業シューベルね、あそこら辺の人は職業作家だからさ、うん、まあそんな、まあその中でもでももっとやっぱ当時でもそのクラシックでも多分アンビエントじゃないんだけどさ、その人間の意識を飛ばすために音楽を作ってた人もいると思うんだよね、クラシックでも。
これでも今そう、これ話ちょっと今飛んじゃったけど、そう聞いてみたいね。いや聞いてみたいですよね。やばいよ。でもたまにありますよね。あるある。その意識が飛ぶ、あるあるある、瞬間っていうか、なんか、うん、私自分はとっても冷静な人間だと思ってるんですけど、まあ、あ、まあまあそうか、ベーシストだからね、思ってるんですよ、うん、だから結構みんなうわーって高揚してるのとかを見るんですけど、なんか自分はそこまで高揚することってないなみたいなことを思ってて、ずっと、けどたまにあるとわーって思いますね。だよね、うん、いやまあたまにしかあんまないんだけど、たまにしかないんですけど私は。いや俺もないよ。ただ一時期俺もね、やっぱ凝ってた時期あった。その現代音楽とか、そのヒーリングっていう言葉っていうか、そのまあその意識を飛ばすために作ってるっていうかね、そういう感覚、うん、まああの、あのあれとかそうじゃん、あのもう言葉が出てこない、スティーブ・ライヒだっけ、なんだっけ、ライヒさん、ライヒさん、ライヒさんはそういう感じの人な気がします。そう、現代音楽で、うん、スティーブでいいのかどうか忘れちゃったんだけど、まあ、ライヒだよね、ライヒさん、なんかすごい手叩いて、そう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 、音楽作ったりする人ですよね。あの、なんつうんだっけ、もうそこもまた出てくるの、繰り返し、繰り返すの、なんつうんだっけ、繰り返すの、うん、繰り返すの、なんつうんだっけ、その専門用語で、もう本当に出てこないね。まあまあ、ミニマルじゃない、ミニマルです。そう、同じものを繰り返す、ミニマル。そうそう。ミニマルを、ミニマルなの、ミニマルミュージックの、いわゆる、はいはい、あの、いわゆる創始者っていうかさ、あなわけじゃない。あの人の音楽とかもやっぱ聴いてると、やっぱこうなんか同じ音楽やっぱりこうやってると、こうちょっとこう意識がフェーズしていくっていうかさ。そうそう、そうですよね、うん、それあります。で、うん、でそれの、あ、まあ面白い話なんだけど、もうちょっとことさっきを話すと、前も話したことあるんだけど、そういうこう周波数を使って意識を飛ばす 音楽っていうかね、ものがあるんですよ、うん、アメリカには、うん、ね、またそれ忘れちゃったらもうダメだ、もう番組なんだよね。あるんですよ、グーグル先生に聞く、グーグル先生、まあグーグル、まあそのためにここに用意しちゃったりするんだけど、 あのね、あるんですよ、うん、得意分野なんだけどね、もう本当に最近じじいになって頭が出てこなくて、そう、あえてね、そう、右脳と左脳の、いわゆる周波数をこう耳から、だから音楽っていうか、その振動数を聞かせて、あえてフェーズさせて意識を飛ばすっていう技術があるのよ。うん、うん、すごいでしょ。そうするとどうなるかっていうと、人間の意識をこうフェーズして、もうちょっとこれもまたとんでもない話になっちゃうんだけど、霊魂とかと交信できるようになっちゃうらしいんだよ。怪しいですね。怪しい、怪しい、そう。怪しい話になってきた。怪しいですよ。でもね、うん、そのね、技術があるのよ。アメリカにしかないんですか？そう。なんだっけ、俺得意なんだけどさ。アメリカに。昨日イベントで遅くなっちゃって、もう寝不足も寝不足で、もう頭全然いつもいつも以上に回ってなくてさ。日本でできないですかね。ヘミシングだ、思い出した。え、ヘミシングっていう技術があ、なんか聞いたことある気がする。それ俺言ったことある、あれありました。ヘミシングある、それが、あ、そういう技術なんですよ。うん、それはまあ音楽というよりも周波数を聞かしてすっ飛ばすんだけど、人工的なもう LSD じゃないんだけどね。聞いたことがあるような気がしてきた。で、しまいには、うん、宇宙の存在と言われてるものと交信しちゃうの。あ、まあそれいいや、その辺ね、果てがない感じ。まあ興味がある人はヘミシングっていうのを調べていただいて、うん、でね、なんだっけ、そうそうそう、ロバート・モンローさんね、まあグーグルで調べちゃってるロバート・モンローさんのモンロー研究所っていうのがアメリカにあって、うん、で、ここが前よくヘミシングの CD って出してるんだよ。まあそれうさんくさいっていう人非常にいっぱいいっぱいいて、まあ俺自体も実際問題どこまでだか分かんないんだけど、一回試したことあるんだけどね、うん、うん、
で、そこのロバート・モンローさんが書いてる本があって、うん、それがね、なんだっけな、意識の旅だから、まあロバート・モンローで調べていただければわかると思うんだけど、うん、その本は非常に面白いです。ね、なんつったらいいかな、フィクションとして読んで、いわゆるその架空の空、例えば、うん、なんつったらいいかな、うん、フィクションとして読んで、あ、フィクションでいいのか、うん、ノンフィクション、あ、ノンフィクションじゃなくてフィクションね、だから、まあ、作り話として、おとぎ話でもいいんだけど、うん、として読むとね、すごい面白い。うん、違う、なんか、ほんと、全然別の世界の話というか、うん、そういうのが書いてあるから。分かりました。まあ、もっとぶっ飛んだ話だと、もっといっぱいあるんだけどね、そういう本はいっぱい。うん、とんでも本は。宇宙の歴史を見ちゃった人とかね。いや本当にこれはシュナウザーだっけ、見た人にしか分かんないですよね。そうだから、そのそういう本を、いわゆるフィクションとして読むのよ、うん、あ、そういうものもあんのかっていう、そういうことすっごい面白いよ、うん、でそのどういう楽しさかっていうとさ、例えばそのなんつったかな、まあその宇宙のその歴史を見ちゃった人のその話なんだけど、うん、人間、いわゆる地球ができた頃があるじゃね。で、その頃に、もちろん人間なんかいないんだよ。ただ人間の意識的なものが、いわゆる、エビでいう妖精の姿ってあるじゃない。はい。ああいう領域で、物質化はしてないんだけども、あったっていう、言ってる人。物質化してない。物質化してない。ちょっと難しい話。それを想像するだけでも楽しいじゃん。なんだそれと。魂どころかの、そのエビの妖精みたいな状況って一体どういうものっていう、こう、もうパチパチこう、シナプスを刺激するわけだよ。それなんだろうっつってさ。いや、そういう楽しみだよ。いや、それ本当だったらすげえな、うん、どういうことなのかなっていうさ。ああ、本当だったらそうですね。そうそう、作り物として、まずだからそれを信じる信じない別として、フィクションとして楽しむとすっごいそういう本がいっぱいあるんだよ。うん、面白いよ、このマッドサイエンティストの話は。それこそだって有名な話だけど、あのなんだっけ、アルダド・ステーツっていう映画の元になったさ、はいはいはい、また有名な人がいるんだけども、うん、ジョン・シー・リディだ。で、ジョン・シー・リディっつうのは、そのアルダット・ステーツって、その、アイソレーション・タンクっていうのを作った人なのね。うん、アイソレ、またすごい話になってきちゃいましたね。え、知ってますよね、土屋さんね、うん。アイソレーション・タンクね。何でしたっけ、それ。あれは、羊水、だから人工の羊水、お腹の、お母さんの羊水、人工羊水っていうのを作って、そこに人間を入れるのよ。うん、そうすると、まあ、ものすごいやっぱこう、リラックスした状況になる。っていう機械を作った人の話なんだけど、うん、その機械に入っていくとものすごいリラックスするから、意識が太古の方にこう飛んでっちゃうらしいんだよね。へー。で、実際その上司さんはその自分が作ったアイソレーションタンクで入って意識を飛ばすわけで、この指の先から宇宙見ちゃった人なんだよね、その人は。で、その人はイルカと交信できるっていう人なんだよ。これ科学者だからね。まあちょっと音楽とだいぶ違う話なんですけどね。音楽、俺音楽よりスピリチュアルの方が詳しいからね。そうですね。まあごめん、ちょっと飛んじゃったね、かなりね。ただまあそんだけ音楽は、まあそのなんつうんだろう、意識を飛ばす道具、いわゆる周波数っていうのは非常に大事な話なんですよ。だから、うん、イルカ同士もなんか通信してますよね。そう、どういう会話かわかんないんだけどね。で、あのそう、あれ自体もやっぱ聞いてると気持ちいいんだよね。なんか沖縄の水族館でやってました、イルカショー。あ、イルカショー？イルカショーやっててすごい、なんか目隠しされてもちゃんと泳げたりとか。ああ、まあ超音波でやってるからね、彼らは。うんってこう跳ね返りで分かるみたいなのや実験とかしていて。そう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 。だ、超音波っつうのだからやっぱあれも波動だからね。うん。だからそっちに結びつけるわけじゃないんだけども、
そうそう、音楽の基本は波形で波動だから、うん、だから実はその音楽が持つ要素はとてつもないという話なんですまとまったかな、これちょっと強いんじゃないですか無理やり無理やり着地しましたよね。でもだからさっき言ったスティーブ・ライフじゃなくてやっぱ、うん、ループっていうのは本当に意識を、ね、うん、実際問題これで、でも確かアウシュビッツとかでもいわゆるその人のさ、なんていうの、その、うん、その、ああいうのなんていうんだっけ、実験じゃなくてさ、罰じゃなくてさ、なんていうんでしたっけ、あのは実験じゃなくて罰じゃなくて拷問だ、そう拷問の道具として多分やってたと思うよあこれがそうだから、ほら水一本、あの真っ暗のところでさ、水一滴一滴、パチョン、パチョン、そんなことしてたんですか。してた、彼らは人間狂うらしいよ。あ、そうなんですか。真っ暗なところでピッピッ、同じ、もう同じパターンで。へえ。あれもある意味意識を飛ばすのかどうかわからないけど、それに近いような感じなんじゃないの。うん。でもね、もっと大事な部分っていうか、うん、心臓自体がもう、いわゆるビートですから、ビートを取ります心臓取り戻せと言うことですよ。まあ前も話した通り、まあまたちょっとそこもスピリチュアルな話なんだけど、瞑想するっていうのはあ坊さんみたいになってきたの俺ね。あの生まれた時の状態に取り戻すためにやるらしいね、あれは。呼吸に意識するらしいんだけども、うん、しなきゃいけないんだけども、呼吸イコールあのその元の自分の本来の呼吸に戻し、だからそのそれもリズムじゃん。でもちろん心臓も含めて体全部も含めて生まれた時のリズムに戻すための作業が瞑想なんですよ。うん、はい、土屋さん高野山行ったことある？行きたいですね。いや実は今仕事の話をね、実は高野山関係の方と実はしてます。あそうなんですか、はい、なんか私行ってみたくて。やばいね。あ、やばいですか。やばい。なんか行ってみたいなって今呼ばれてんだよね、思ってるんですけど、あの全然やっぱね空間が違うっつうかね、なんかそうやって聞いたことがあって、多分だけどね、あの空海さん結界かなんか張ったんじゃないか分かんないけどね相当なんか違うっつうだよ、行った先生が。なんか特別な感じがするって聞いたことがあるから、行ってみたい。そうそうそうね、ちょっと行かないといけないですね。そうですね。まあじゃあ次回のテーマはあの高野山ということで、あの近いうちにちょっと行ってみましょうね。ね、行ってみましょうか。うん、ちょっとあの番外編っていうことで高野山行けたら面白いね、番組でね。ああ。ね。どうですか。ちょっと私的にはいいと思います。燃えた。ね、ちょっと考えましょう。考えますか。うん、はい、今俺観光協会の人とちょっと話をしてるので。ああ、はい、いいですね。ちょっといろいろね、私も話したいです。画策してるんですよ、ね、まあ多分知らないと思うけど、来年がだから開創1200年なんですよ。開創だから空海さんが高野山に入って、はいはいはい、あのお寺を作ったっていうか、うん、で1200年なんですよ。あ、そうなんですね。で1200年のための何かをやんなきゃいけないんですよ。うん、で今そのアーティストさんとその来年ちょっとこうイベントをあそこでやりたいですねって話を今してて。いいですね。大変なんですよそれをまとめなきゃいけないから。楽しそうね。まあでもそこでルートができたらね、ちょっとなんかね遊びに行けるようにねしたいですよね、はい、行きたいです、ね、ぜひ。 OK まあその本来のちょっとビートがじゃあ取り戻ったようなんで、はい、でね、来週と来月は中村さん大丈夫でしたっけ。大丈夫です。 OK です。来月はねゲストを一応考えてます。あ、そうですか、はい、久々に。あの久々に、まあこれはあの現役の、まあ、アーティストであれアーティストであり、一応俳優業をやってるそのちょっと変わった男がおりまして、はい、あのまあうちつか俺結構まあ最近付き合いがある男なんですけど。あ、そうなんですか。うん、まあそれに飲みに来てもらおうかなと。ああいいですね、はい、じゃあ次回飲みながらやるというスタンスでちょっと考えてますので。あ、好きなお酒持ってこよう。まあ音楽のジャンルはちょっとだいぶ違うんだけどね、うん、あのド発展みたいなタイプだから。ああそうなんですか、はい、あの男気だけで生きているような男なんで、うん、
まあちょっとそれは楽しみにということで、はい、はい、ということでまとまりましたでしょうかね。言い残したことはないですか。言い残したこと死人みたいなこと言って難しい。大丈夫ですね。大丈夫です。 OK。 まあ、あのインサイトとしては、あの最後に仕事の話をしますけども、まあ、ブルースミュージシャンがもしかしたら出るかもしれないという話をしときつつ、これでも相当なレベルですからね。あの外人、いわゆる外国もあのライクーダーよりも熱いギターを弾く男と言われてるやつですから、日本人にして。あ、ラクーダー知らねえか。なんかさ、ライクーダーよりもすごい男を力出すかもしれませんから、一つ、はい、ということで、あの出た場合はお楽しみということで、じゃあ、あの大宣伝をしたところで一つ、はい、じゃあまた来月ということで、はい、さよなら。さよなら。